国鉄北機3100系貨車は、1961年から製作されたセメント専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。北機3100型は、 セメント輸送用として1961年から1965年にかけて東洋後期、日本車両製造、新潟鉄工所、若松車両にて153両が製作された。1961年10月13日に補機4100計算量が製作された。補機4100型は、その後も増備が続き1963年1月11日までに、 合計38両が誕生した。1962年10月13日に、秩父鉄道の補機1200系十両の車席移管が行われ、本形式に編入され、補機4118補機4127となった。1963年7月26日に、改版が行われ、補機4100型は補機3100型と改められた。この際の不版方式は、 現番号マイナス1000であった。また、これにより、補機4100型は、形式消滅となった。その後も製作は継続され、105両が最初から補機3100型として完成した。所有者は、小野田セメント、日立セメント、秩父セメント、東北開発の4社であった。その後小野田セメント所有者三両、秩父セメント所有者七両の合計1両が、清水工業へ、 名義変更した。外観は、ホ機3500型を横長にした形態をしている。エアスライド式有害ホッパ車であり、二役方式は、ホッパ上部の積み込み口より、上入れ、エアスライド式による下出しであった。全長は 1400mm から 11700mm、全幅は 2650mm、全高は 3710mm。 台車中心間距離は 7600mm、事業席は30.0立方メートルマイナス33.5立方メートル、地長は11.8トンマイナス17.2トンで、換算量数は、席車5.0、空車1.8、台車は12トン車軸を使用した、ベッテンドルフ台車の TR41C であった。1987年4月の、 国鉄分割民営化時には12両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では3両が現存していたが、1996年5月に3両一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。